バンラーレンタカーの石ちゃんです。カレンです。本日はバンラーレ八戸対 FC 今治の試合を見に行きたいと思います。はい、それでは出発します。はい、今プライフーズスタジアムに着いたので向かっていきます。はいはい、今日も早速グッズから見ていきたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっとパイカードぜひ買っててください。あ、マスクしました。いい人紹介してみます。あ、本当ですか。熊田君って言うんです、はい、パイカードこんなに余してしまって一人で食わねばならないんで、ぜひ助けてもらえればいい。これは食べきれないんで、一人一個でもお願いします。あわよくば一人二個いけないかなっていうくらいも頼んでるんですよ今。大食い、はい、大食いですか。それくらいお腹満たしてもらいたいなって。あ、じゃあ、はい、1個1個ずつってことで。あ、1個ずつ1個ずつ1個ずつでいいですよね。1個ずつですよね。です。あ、オッケーです、ありがとうございます。1個ずつ1個ずつですね。ちょっと見てもいいですか。あ、大丈夫です。新商品、新商品、新商品、新商品。 T シャツが新しいのが出てました。イエーイ。なんか前もあったのかわからないんですけど、カスタネットもバンタ君じゃないのが初めて見たですよね。うん、サイダー飲みました。え、これ飲んだことないです。ないですか。これ一番売れてるのはこれメロンなんです。バナナはちょっとまあ、まあ、そこそこです。ここは2つはまあ美味しいです。もちろん美味しいですけど、一番今売れてるのはメロンです。これ昨日アイス買ってメロンクリームソーダみたいにしてる人もいました。映える。映えだね。やりたいけど、テオンさん飲め、テオンさん飲め、テオンさん飲め。何ですか？食べたい。食べたことないんで分かんない。ガーリックタッコニンニクの。あ、美味しい。ありがとうございます。美味しい。しかもこれもパスタッコ。これもタッコニンニク。かわいい。どうした？あ、あった。ゲンタさん。あ、ヨーグルトだ。飲みたい。お目が高い。お目が高い。出た。お目が高い。これめっちゃうまいですよ、ね。じゃあこれ買おうか。買いたい。これ買いたいです。はい。2個。じゃあもう買い占めみたいな感じでいいですか。買い占めみたいな感じでいいですか。大丈夫。あ、あざっす。やった。まあ、ちっちゃい、ね。はい、ヨーグルト。買い占め。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー。じゃあ。よし、いいですか、そんな。はい、これもいいですか。怒られちゃうよ。これもお買い上げ。え、これ何？コーラ飲めないの。パイカドンどうですか。パイカドン、パイカドン、お願いします。パイカドン、ここです。お買い上げ。なんかすごい耳寄りの情報があって、はい、なんか3つ買うと安くなるって言ってる。あれ、もう一個買っちゃう。え、どれをですか。どれこれ。スナック類を3つ買ってもらうと。じゃあ違うの買います。どれにする。多分3つで1200円。1個450円なんですけど。3つ買ったら少し安くなるらしい。じゃあ買っちゃおうかな。どれがいい。あ、え、どっちがいいですか。え、これ何なの。チェダーチーズの方しそう。じゃあそれにしましょう。これください、はい、ありがとうございます。いや、いつも YouTube 見てます。あ、ありがとうございます。 YouTube いつも見てます。急に間違いなくやばい、入んないよ。パンパンちゃん。はい、お土産あげます。やったやった。これなんだ。黒冠石っていう。あ、そうなんだ。お守りみたいな。あの選手も全員持ってる。勝ち守り。やば。やったやった。あの中津城のオーナーがチームにプレゼントしてる。選手とお揃い。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。はい、お願いします。
はい、今日も買い物をたくさんしてきました、はい、まずご利用しされたパイカ丼です。あとはタッコのスナックが3つ3種類で安くなったので、うん、それとヨーグルトを買い占めました。ヨーグルト、飲むヨーグルト、飲むヨーグルトを買い占めました。これはもう絶対美味しいですね。絶対美味しい。あと田代会長から特別にお守りいただきました。いただきました。こちらは選手とお揃いだそうです。これを持ってればあの勝つそうです。絶対負けないって。嬉しい。やった。お揃い、お守りね。カホカホ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。天皇の時の喜び方がすごい良かった。本当ですか？あ、その笑い方これ最近よろしくよろしくお願いします。大神さん、あ、またくれる。やったありがとうございます。カレンさんももらえます？ください。あ、カレンさんと私のありがとうございます。グーありがとうございます。またいただきました。イエーイ。次は私このカップの綿あめ食べたいです。私はたこ焼き食べたいので買っていきます。いきます。セレン、こちらパイカ丼、ゴリ押しパイカ丼です。ちょっとぬくもりを感じる。待って、ぬくもりは消える。あ、ちょっとこれは後で。てれーん。あ、めっちゃいい匂いする。絶対おいしい。見てください、皆さん、これは買うべきです。前も売ってましたよね。そう、このちょっと見た目がこうなってしまったのは私がお弁あひっくり返したからです。きっと普段はもっと綺麗です。はい、私ちょっとひっくり返しちゃった。え、でっかい。どうやって食べたらいいの？じゃあ、いただきます。はい、柔らかい。柔らかい、うん、美味しい。うまい。美味しい。1位。食べますか？食べます。いただきます。はい、噛み切れるかな。え、めっちゃ柔らかいです。おおおおおおめっちゃ柔らかいですね。うん、うまっ。優勝、うん、マジ優勝。本当に美味しい。うまっ。うわ、あそこで1人2個とか言われて2個買っとけばよかった。なんかね、これは残ってる意味が分からない。うんうん、うまっ。美味しいです。うわ吸い込まれてる。うまっ。目の前に小説選手がいる。ちょっと映します。テレー、後ろ姿だけ。食べてるとこ見られました。めっちゃ頬張ってた。続きまして、たこ焼き、九条ネギのたこ焼きです。絶対うまいじゃん。かやさんも私も猫舌だから絶対食べないですよ。ちょっと待ってたんだよね。半分します。半分しても食べれない。たこ焼きはね、これはトロトロタイプです。あ、マジ？はい、カリじゃなくて、はい、ふわみたいな。熱い？熱い。熱い。いける？トロトロやん。おいしい。おいしそう。めっちゃいい匂いする。うんうんうん、絶対うまいじゃん。カレンさんのヨーグルトのバトンタッチ、ね、あがないんだよ。続きましては飲むヨーグルト、はい、絶対おいしいです。いただきます。はい、言葉が出ない。超なんかさっぱりじゃない、あのトロッ系の方の甘っ、うまっ。そうなんだ。ちょっともう一口。やばい、手映ってた。うまっ。あ、これはいいよ。おすすめです。おすすめです。はい、ご飯を食べて試合に応援しに行きます。はい、
この綿あめは応援しながら食べる予定です。はい、すいません、大人の事情で映像はここまでになってしまいました。試合の結果は2対1で勝利でした。今週末の日曜日6月13日はまたホームで試合がありますので、ぜひ一緒に応援しましょう。本日も動画を見ていただきありがとうございます。まだチャンネル登録されてない方はチャンネルをさらに盛り上げていくためにチャンネル登録お願いします。他にもサッカー観戦の動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。